オ TV。 こんにちは、牛尾です。牛尾 TV スロットザップ長岡インターテン編来ましたよ。牛尾 TV で、何度かザップ竹雄の方にお邪魔してたと思うんですよね。もうそうですね、花々置き時を中心に僕打っちゃうんですけど、特にその2機種僕毎回打ってるんで、花々置き時に関して言えばもう日本屈指だと、稼働状況しかり出玉感しかり、実は2回以上ここ2年半かな、終止症なるものを一応つけてます。ここ2年半で2回以上行ったお店で、実は一番勝ってるのが、あんま勝ってる店ないんですけど、勝ってる店の中で一番が実はスロットザップ竹雄店なんですよ、僕っていうね。もうこの上なく相性のいいというか、花々ドキドキばっか打っててね、要は勝たせてもらってるというような形だと思うんですけども、そのスロットザップのですね、なんと2号店、この8月のお盆明けぐらいですかのタイミングでですね、長岡にグランドオープンという形で、もうすごい外観からしてですね、華やか、もう522台の、超大型スロット専門店ということになってるんですけども、もうね、花々と時々だけで200台近くあるんですよ。だからもう個人的にはですね、一番だから今日、今月というかここ何ヶ月かの中で今日一番期待してきました。いろんなお店行きますけど、グランドオープンの時なんかもとんでもなかったみたいですよ。1台平均2000枚お持ち帰りみたいなっていう状況だったというのを小耳に挟みましたけども、何しろ今もう新潟県下においては、一番ちょっと注目度高いお店なんじゃないかというところで、牛尾 TV の収録実践1回目なんで、スロットザップ竹雄店の時の1回目もそうでしたけども、ぜひね、いい結果を出したいという今日この頃でございます。もう花々とりあえず抑えましたんで、ザップ竹雄の時の一発目なんかはもうものの 4,5 時間の実践時間の中で、4000枚近く出したんじゃなかったかな。でそこからね、蜜月が始まりましたんで、なんとかね、流れをですね、長岡インター店の方でも持ってきたいなというところで、今日も 4,5 時間の実践時間なんですけども、今も思いっきり気負ってますんで、気負いのこのみなぎっちゃってるこの感じの中でですね、しっかり結果出してこその牛尾さんだというところをお見せしたいなと思います。実践行ってまいります。急い すごいね、こんな感じなんだ。うわあらららら、そういうこと。 OK OK。 いやー、ちょっと焦っちゃいました。いやー、取れてよかった。で、いざ鳳凰から、ちょっと浮き足だったな。万の字だけど、やっぱりね、いい回数上がってるね。だから新潟県においてはですね、その新潟市竹雄のザップが個人的にはもう花々の聖地だとっていうことになってたんですけど、いやー、もう2大巨頭だよね。いや、ちょっとね、長岡でも造形が浅すぎてどんな感じなのかね、全然知らなかったんですけど、昨日長岡駅前に宿を取りましてね、
まずちょっとそのちょっと境っぷりに、いやこんなこと言ったら失礼ですけど、あ、こんな境さんだと、それにちょっとびっくりして、いやでなんかもうね、連日なんかもう徹夜組が出るぐらい並んでるとかっていう話は聞いてたんですよ。もうなんだろう、並んでる時に自前のもうさ、なんていうんですか、そのキャンピングチェアみたいなやつとかを持参して並んでる人たちがやっぱもうなベテランっぽい感じの、ちょっとびっくりっすよね。でやっぱ若い人が多い、なんか聞くとだから大学とかがやっぱ多いみたいなんで、なるほどっていう感じなんですけど、でやっぱほらっていう若い人たちは、自分もそうだったけど、やっぱ並ぶじゃないですか、並べるじゃないですか、元気だからっていうのも相まって、なんかすごいっすよねこの雰囲気っつの、うん、設備が半端ないっす、設備が半端ない、テーブルカウンターのテーブルに冷凍庫が埋め込んでるっす。マジっすか。ちょっとね、まあもうあとでちょっとね時間取っていろいろ見ますけど、その設備管理って俺まず島の作りがまあちょっとね見さえちょっとびっくりしたけど、もうねやっぱ普通の店じゃないっすよね、うん、どう入り組んでんのかもうわけわかんないもん。もうね、まだ3000円しか使ってないんだけどね、なんかもうすでに出遅れた感があるんですよね。もうだからもうこれなんていうの、もうテンションがちょっともう前向きすぎて、もうこのぐらいの時点で乗り遅れた感があるぐらいのこのテンションなんですよ。ちょっとね、だからやっぱなんていうの、気持ちを落ち着けてかからないと、この雰囲気に飲まれちゃダメね。でね、俺花花の島でこの方が見えてる範囲ね、これ多分だけど、多分よ、俺最年長じゃない。だよね、だよね、だよね、だよね。一番奥の人がどうかな。あれね、まだ32歳よ。いやそこがすごいよ。いや新潟市のザップさんもそうなんですけど、ね、若い人は朝からね花々来るんですけど、ほら俺今岐阜じゃないですか、とむしろ同年代以上ぐらいの人たちが朝から来るみたいな雰囲気の店絶対多いはずなんですよ。花々とかジャグラーとかって、俺だけね朝からねこんな若い人たちに囲まれてね花々打つことなんてまあないんで。ああすごいよね。別にまだハマってないから、ね、別に出遅れてませんから、まだ。よいしょ、167,5000円、そろそろ当たらないとどうだろうというところでしたんで OK。
島の中だと、あ、この列が 1,2,3,4,5,6,8 台あって、一応ビリでした。167だからね、別に何のことはないよ、普通だよ。で、あとね、ちょっと後でね、店の作りがちょっとなんかもうすごすぎて、あー、もう最新鋭の設備ってこんな感じなんだっていうあれなんですけど、ただね、俺前々から言ってることなんだけど、一番大事なこと、この照明のこのバランスっていうんですか、いや、スロット専門店全とした、だから昔はね、その辺でどっちかというとその暗めなライティングにしてるお店が多かったんですけど、最近高校とでも電気耐えちゃうお店が多くて、花花とかジャグラーとかというともうちょっと落としてくんねえかなとっていうのをもう悶々としながら打つ機会実は結構あるんですけど、このまずはこの照明のこの感じですよね。もう本当ね、これ日本全国のね、花花設置店、ジャグラー設置店に言いたいんですけどね、ちょっと照明落とそう、そこだけはもうちょっと、もうこのくらいやってもらえるとね、映えるじゃないですか、わかりやすくね。 OK。